はい、えー、即歌塾の久保です。まあ私のね、男のバイブルっていうのはたくさんあるんですけども、そのうちの一つ、えー、先駆け男塾という漫画に出てくる、江田島塾長の言葉にはね、なかなかね、男を感じさせる言葉があるんで、今日はここにね、皆さんにも紹介したいと思います。こういうふうに言ってるんですよ。男なら幸せになろうとするな。幸せになるのは女と子供だけでいい。男なら死ね。と言ってるわけなんですよ。 いや、なんか一見ね、男村助品も思いますけども、なんかちょっと極端なんですよね。その男塾塾長の言葉っていうのは。しかし、これを言葉の通りに受け止めて、それで終わるのか、どういう意味が隠されているのかなっていうふうな聞き手の、まあ、裁量にかなりの場合が委ねられているんですよね。えー、例えばこんな感じです。貴様らすっかり忘れておるかもしれんが、この世には女や子供というものがおるのだ。 美しいぞ可愛いぞ幸せだぞそんな人として当然の感情も忘れて貴様らは男同士の友情とか戦いばかりにかまけておる忘れるな貴様ら男を磨く目的はそれらを愛し守り抜きそして同時に貴様らも幸せをつかむことにあるのだとそれを忘れてしまえばもはや人にあらず畜生堂に落ちることになる今一度それを肝に銘じて死ぬ気で励めというふうに鼓舞してるんですよね まあ、こういうふうなね、言葉の意味することっていうのは、結局、その男塾の塾長である、江田島塾長そのものも、こういった男とは何ぞやという矛盾に苦しみ抜いている。そして、まだまだ悟りを開いてない自分自身も修行中の身であるということを大いに自覚しているので、塾生を育てながらも、自らも、 自らを鍛え続けているという、その姿がまさに、まあ男塾だなと思うわけなんですけどもね。えー、あの、1分1秒惜しんで、自らを鍛えるために、まあ邁進する、その姿が、まあ男道なのかなというふうに思いながらもね、私もこれからも修行を続けてまいります。ありがとうございました。